なさいましたか。なんか落ち着かないでちゅね。だって今日は日曜じゃないでちゅか。何か大切なものでも届くのでちゅか。それ先週来たじゃないでちゅか。そういえばレンコンを頼んでたでちゅよ。気になるのでちたらヘリポートに連絡したらどうなんでちゅか。なんだそりゃ。いや知らんな。何言ってんだおめえ。もしかしてそれ隠語のつもりか。例の物はまだ来ていない。焦るな。逆に今日なんて届いたら早すぎる。カンパニーに隠れての行動だ。焦りは禁物だ。まあそういうことなんでな。珍しいでちゅね、日曜にヘリが来るなんて。気になるのでちたらヘリポートにいたらどうでちゅか。今日ぐらいの仕事なら所長が休んでも私がなんとかするでちゅよ。レンコンってまだそんなことを言っているのでちゅか。まあレンコンでも何でもいいでちゅが。レンコンだって早く料理してあげなきゃ腐るでちゅ。早く取りに行った方がいいでちゅよ。例のものが届いたぞ。レンコンってまだお前そんなこと言ってんのか。センスないなお前の隠語は。うん、すべて揃った。いやまあ何でもないが大丈夫だ。すべて欲しい材料は揃った。これから俺は部品を全部作り直すから、早ければ明日の朝にでもジョーちゃんの部品買いができる。ああ分かってる。じゃあ急ぐのでな。レンコン来たんでちゅか。なら大切なものは来たのでちゅね。おお、高弘、来たか。いや、昔はこれが本職だったからな。まあ、ぼちぼちだな。まあ、明日の朝までには仕上げてやるよ。そう難しいことじゃねえからよ。できねえのは貴様らの気合が足らんからだ。そんな時間かかるのは気合が入ってねえ証拠だバカ野郎。高弘、おめえも邪魔する気ならとっとと仕事に戻れ。って
てめえみてえな素人がいるところじゃねえ。しかし、いや、なんでもない。ほら、お前もとっととジョーちゃんのところに行ってやれ。貴様の仕事っつったらそれぐらいじゃねえか。おいよ、できたぜ。終わった瞬間にこいつら寝ちまったよ。相当疲れたんだろうな。全部で123パーツ分しっかりと仕事をしたよ。さてと、一服して、とっと、歳だな。徹夜したぐらいでよ。いや、久しぶりの仕事でもういちまってよ。まあ、いい仕事はできたな。一休みしたらすぐにジョーちゃんのパーツ替えの手術するぞ。早くしねえとな。どんな弊害があるか分かったもんじゃねえ。ああ、危ねえな。まあ、パーツが揃ったしよ。もう安心だとは思うが。さてと、顔洗って仕事の続きを。ええ、今かなり調子がいいんだよ。昔の勘をかなり取り戻している。一度寝ちまったら、この勘は消えちまうような気がしてな。安心しろ。手元が狂うほどは疲れちゃいないさ。なんて顔するんだてめえはよ。このままできるって本人が言ってんだからよ、できるんだよ。それに今だから言うが、1時間でも無駄にしたくはねえんだよ。いつジョーちゃんの保温機能が切れるとも限らねえからな。いや、わからねえが、その可能性は決して否定はできんな。それに、なんかあのジョーちゃんは人間と同じでよ。一度失われたものは二度と再生しないような気がしてな。ま、技術屋の勘ってやつなんだがよ。あれだけデリケートに温度を維持しているんだ。それが壊れるってことは、大変なことが起こるに違いないだろうな。でも安心しろ。あとは俺たちが丹精込めて作ったこの部品をはめ込むだけだ。心配はない。この俺の技術屋としての誇りにかけて絶対成功することを約束するさ。なんで、てめえ起きてたのかよ。
カ、照れるじゃねえかよ。なんでてめえに礼言われなきゃならねえんだって、何回言わせんだよタコが。任せておけよ。てめえは黙ってろ。本当ですか？ありがとうございます。あれ？ポケが膨らんでますね。これ、何ですか？この機械は何ですか？時計ですか？この子が。レイさんが。すごく古いですね。ずっと前からあるのですか？この子、昔は時を刻んでいたのですか？もう動かないのですか？そんなことありませんよ。この子、動きますよ。なんとなくなんですけどね。時計はみんなの時間を一緒にするために世界にあるのですよ。リニア、タカヒロさんが持ってきてくれた詩集を読んでいたんです。おじいさんの時計っていう。 My grandfather's clock was tonight So it's tonight on the hall It was done by half the old man himself So it may not have been read more It was one of the moon of the dead And was always his treasure and pride Please don't show Never to know again When the old man died本当にこうだったのかよくわからないのですが、なんか記憶にあるのですよね。こんなメロディーが。おじいさんと時を共にした昔々の大きな時計の歌です。みんなと同じ時間を過ごしたいですもん。その思いが近くにあるのなら、この時計はまた時を刻みます。
真宙さん。高弘さん、いてくださったのですか？ありがとうございます。